にちは、お久しぶりです。二度と足の元スタジアムにこのピッチに立つことはないと思ってましたが、今回このような本当に盛大な引退セレモニーを開いていただきましてありがとうございます。まずはじめにベガルタ仙台のファン・サポーターの皆さんに話したいです。ベガルタ仙台からオファーをいただいたときにまず思ったのは、ユアスタでのファン・サポーターの応援と声援が選手の絶大な後押しとなってて、それを自分が受けられるんだなと楽しみにしてました。結果的にユニフォームを着て声援と応援を受けることはできなくて、多分自分のサッカー人生の中で唯一の心残りになると思ってます。ですがベガルタ仙台で引退を決めて、そこで出会ったご縁があって自分の第二の人生を進むことができました。だからベガルタ仙台に移籍して後悔はないし、とても良かったと思ってます。そのご縁を大事に、これからの第二の人生を歩んでいき、大事にしていきたいと思ってます。また仙台で大学生になるんですが、見つけた時は声かけてください。そして FC 東京のファンサポーターの皆さん、たくさんの思い出があって、ナビスコカップの優勝だったり天皇杯優勝とかたくさんいい思い出がある中で、自分が一番印象に残っているのは京都で降格が決まった後のファンサポーターの声援と応援です。今回自分が引退を決めた時、その降格が決まった後の声援と応援が自分の中で響きました。そしてこれから人生の中で苦しい時があっても、その声援と応援がまた自分の中で響いて、次への第一歩前進するための後押しになってくれると思っています。これから自分の第二の人生が始まりますが、仙台に移籍して出会ったご縁、第二の人生に進むことになったご縁、そして FC 東京で一番苦しい時に声援と応援をいただいたあの感動を、これからの自分の第二の人生の糧として生きていきたいと思います。本当にありがとうございました。